どうもこんばんはえー、もう何時やああ日,日付も変わって3月2日月曜日もう3月ですよね早いですね3月2日月曜日午前0時半です今えー、今日も映画鑑賞してましたちょっとねほんまはゲーム ゲーム実況ライブを上げる予定だったんですけどちょっとトラブルが起こってね、うん、トラブルが起こって、えー、商品が揃わなかったんですよでゲーム実況ライブが上げれなかったんで、えー、あし3月3日3月3日に、えー、届く予定なんで ゲーム実況ライブ、えー、再デビュー戦を3月3日にしようかなと思っております。でまあ今日映画見てたんは前も見たんですけどね「L」まああのあれ「デスノート」のね「L」のシリーズのスピンオフ的な映画ですね。 正直 <laughs> うんあんまりあんまりでしたね僕的には前見た時もあんまりやったんですけど今回見た時もあんまりでしたね、うん、で、えー、ミックスこれもね僕の嫌いな 内容ですねロマンティックコメディーってなってたんですけどロマンティックの部分が多すぎるんですよ僕ねラブロマンスとか恋愛ものの映画は嫌いなんですよねだから荒垣ゆいちゃん可愛い,いな思って見てただけでストーリーは全くもう無視してました うん、僕ね思ったんですけどねこ,このえー、昨日昨日はまあ今更ながら「踊る大捜査線」見て深津絵里ちゃん綺麗な思ってでドラッグストアガール見て田中玲奈ちゃん可愛い,いなな思ってで今日「エル見て。 えー、今更ながらやけど工藤祐希さんべっぴんさんやな思って綺麗な思ってでこれ見て新垣結衣ちゃん見て可愛いな思ってただの女好きなんですよねただの女好きで恋とか愛とか恋愛とかラブロマンスっていうのは僕はもう無理できないね。 うんもうまあ昔から若い時から嫌いだったんですけどねそういうラブロマンスっていうのは僕には合わないんでねうんシャレたものは無理ですねきつい厳しかった、うん、厳しいものがあったもう薬飲んで寝ますけどね まあ3月3日に、えー、ゲーム実況再デビュー戦、えー、しようと思ってます。なぜし、な、何が悪かったかというとマイク、マイクヘッドホンが不良品が届いたんですよ。不良品が。だからそれで実況僕の声が入らなくてね、えー、ダメでした。 でまあ、商品を、えー、交換してもらうのにまあ今日は日曜日やったから今日は運送会社が出ないから明日雑誌しのあさってちっちゃくなったんで、えー、3月3日に再デビューします。うん だから仕方がないから映画、えー、これミックス見てたんですけどねほんま途中でねロマンティックがきつすぎてねもう見てなかったですねだから出てた人の顔ぶれ見てこんな人出ててんやっていうのがいっぱいいますもんね。 最後のエンドロールを見てえこの子も出てたんこの人も出てたんって思ったぐらいであらがきゆいちゃんしか見てませんでした <laughs> <laughs> まあひねくれた性格なんでね僕ってだから 女の女の人女性は好きですけど恋とか愛とか恋愛とかロマンスとかそういうものは僕はには合わないうん全然、うん、無理無理拒否諦めろっていう感じですねも とかそういうのじゃなくもう若い頃からなんでそういうロマンティック的なものはもううんうんざりうんってなおさらうんざり、ねうん、まあそんなわけでえー、っとちょっと。 まあ不備がありましてまあねゲーム実況ができなかったのがちょっとショックですけどまあメーカーにはねかなりクレームはつけときましたんで <laughs> だからまあ早く荷物がつ,ついて実況ライブができることを祈っております。 それでは、まったね。おやすみ。早く見よ寝ようね。バイバイ。寝よう。おやすみ。